ちょっとこの引いてる感じちょっと楽しい。まあ確かに飽きてる飽きてる。まあまあもう釣りのうおっていう釣りの感じ。でも確かになんか魚よりカジュアル。カジュアル。あの自力感が、うん、あのすげえ食いついてくる。この用水路です次は。はい。第2ステージ。さっきちょっと水質が。そうですね。ちょっとあの濁ったマッドな。はい。泥感。逆に、大概的にはこっち隠れやすいというか、ね、確かに。さっきのなんか丸みやったでしょ、うん、ああいう感じではなくなったよっていう。だ見つけるのも今回はこれ見つけるの結構大変ですね。技術的には結構ね。まあ俺はもうセミがかなりいるんで、セミでもちょっと、いましたよ。いましたよ。早速行かせてもらいます。あ、ここのザリガニはね、ちょっとね、感度が低いです。あれ？あ、逃げた。ちょっと待って。あ、俺が踏み込んだから。多い。タグはいます。いや、いますいます。かなりいます。ちょっと待って。いや、俺は数する。いや、ここのザリガニかなり、あれこれ4つにか、これコンパイした方がいいかな。展開してる、釣れてる。特に言う、うん、全然来ない。お、あ、全然来ない。これはモーシさんの得意な我慢比べじゃないですか。そう。これ差し合った方がいいじゃないですか。ちょっと風が強くない。キャスティングリーズが相当変わります。差し合おう。これは難しいな。いるな、あれ。ちょいいな。逆にいい。いい感じに固定された。あ、これが相当いくな、これ。全然見向きもしないですよ。いや、これが釣りです。これをマジ粘り勝負やこれ。こいつらもそのやっぱり食わないと生きていけないんで。いつかは食う。いつか食うはず。をチェンジします。より鮮度の高い餌にちょっと変えて挑戦します。ちょっと風が、全然違うな、さっきのところ。やばすぎるか。やばすぎる。これここむずいんすけど、さっき比べて。俺もチェンジ。よし、これでだいぶ匂いが。
ここにねいるんですよ。あれかな、もう食べる気ないんかな。奥にいるんすよ。いや、警戒心強いな。むずい。ダメだ、むずい。ちょ、イカが、イカが。なんかでかいやつだけじゃなくて、ちっちゃいやつら食いついてこないですね。なんか全然違うね、すぐそこやのに。なんなん、あ、確かにやっぱあれかな、水質の影響とかもしかしたらあるんかな。水温はこっちでもしかしたら低いとか、なんか活性低いっすね、ほんまに。それこそこれはきついな。めちゃくちゃいます。数はすごいです。取り込みが甘かったか。今でも行けそうでした。あ、橋が来た。今行けそうでしたね。今上がるところまで行った。うん、ち
っと分かったかもしれない、釣り方が。すごい。来た、2匹目。これは色は、これは1ポイントこれ茶色い、聞いてない聞いてない、これ茶色、これ茶色っすか、これ茶色っす。じゃあこれ1ポイント、はい、オッケーオッケー。一応ここのやつも釣り方ちょっと分かってきたぞ。ちょっとなんか違います、ちょっと分かってきた。マッチ、いや攻めです、攻めが大事。大物探してるんだけどいないんだ。ちょっと一発逆転を。場所が悪いかな。よし、スタート、よし、今来てます、来てます。はい、来た。これは来たじゃないですか、これ赤、これは2ですね、2来た。いや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 、これだいぶでかいで、これやりましたね。よしよしよし、で分かってきた、こっちのやつ釣り方分かってきた。あ、離さん、こいつ、はい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 、これどうすか、これ3ポイントでしょ、これ3ポイントでしょ、これ超でかいよ、これ。なかなかでしょ、これ。いいじゃん。あ、はい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 、あ、あ、こいつやばいわ、これ本物来た、これやばくないですか、でかい、俺の狩り場を、おお来た、おでか、これは今日一来たな、おお、これちょっと待って、これ危ない、いやこれ危ない、怖っ、でかっ、これは、いや俺の狩り場で、いやいやいや、いやいやいや、俺が見つけた、いや、もう一度はそこで、いやでも俺はここは、こっちは俺の狩り場、俺のエリア、すごっ、これ一回、はい、シカゴに入れたくないですか、あ、確かに、おお、これはでかいね、ハサミすごいな、これハサミすごいね、すごい、今日一、これはなんかこんなサイズはなかなか取れない可能性あるね。最初渋かったのに急にね、一気に俺のエリアで、いやいやいやじゃあ今回はこいつが、私が釣ったこれが一番の大物ということで、ポイントはもうあれですか、10対1ぐらいですか。いやいや結構釣ってました思ったより釣ってました3、4匹ですか、5.5 対8、まあでもね、さすがにね、これ行かれると負けを認めちゃうね。いや確かに、逆にさ、すごいね、俺がこれ釣ってたら負け、まあ確かにね、これは勝ちです、これ発見した時に、
もらったの声に出ない声っていうか、わかるわかる、これいけたらみたいな。じゃあそんな感じですかね。優勝おめでとうございます。じゃあちょっとこいつをリリース逃がします。はい、終わりということで。うわすごい、うわ怖っ、でかっ。はい、ありがとうございました。というわけで、はだいぶ長い間そうにしました。だいぶ多分編集は入ると思うんですけど、この日の沈みを見たらどれぐらいやったかも分かる。どうですか、でも今日は久々に同心に、なんだかんだ楽しかったです。楽しかった、楽しかったです。最初は小学生に混じって大のおっさんが何やっとんじゃないと思います。そう、まあ、実際やるとやっぱ少年の心というか蘇って、やっぱ釣れると楽しいでしょ。釣れると興奮が、釣れると楽しいとか、もう見つけると楽しい。あ、確かに見つけて、今からあれをもしかしてこの俺が俺これ取っちゃうとどうなるんだろうみたいな。いいですね、楽しく楽しんでもらえたようで。で第1回アウトドア企画は、いやもう大成功、大成功というですね。じゃあ今後も楽しみです。虫はいや、いやだからそのザリガニと一緒で、虫もあやってみたら、いやあのザリガニは別にもともとまあザリガニならっていうのはあったんで、今虫はちょっと、いやでも結局今回やって分かったことは、やってみないと分かんないってことです。でもあるあります。まあまあね、やってて分かんないってことが分かった、まあね、っていうので、まあ次回もお楽しみにということで。じゃあ今回はこんな感じで、ありがとうございました。